あの、こんにちは。少し前に大阪フィッシングショーで見た商品情報というのを紹介しましたが、それと同時に行われた見本市や、その後に別で愛知県で行われた見本市などがありましたので、その時に見た商品最新情報を皆様にお届けしたいと思います。今回もいつものようにこのチャンネルを見ている方々が興味を持つであろう雷魚、ナマズ、怪魚の商品に絞ってお届けいたします。そして今回はその見本市の中で発掘した商品というのもいくつかありましたので、その発掘情報も同時にお届けいたします。まず最初に紹介するのはピュアフィッシングさんです。とりあえず2023年最初の最新情報で、新しいレボシリーズというのを軽く画像を流すという感じで紹介しましたが、これらについて詳しく説明をいただきました。まずこのピニオンサポート機構というので巻きが軽くなっています。商品説明でもあるように、魚の負荷がかかってもかなりスムーズに巻き取れます。キャスト時にも隙間ができて、スプールのシャフトが浮いたような状態になり、抵抗がないのでスムーズな回転が実現できるそうです。見本市の際には旧レボロケットと新しいものが並べてあって、巻き比べができました。滑らかさが段違いで驚きました。シマノさんもシップ、スーパーシップ、X シップ、そして今年のインフィニティドライブと巻きが進化していますが、レボもそのような進化を実現しているようです。そして並んでいる写真を見て気がついた方もいらっしゃると思いますが、新しい方が左右非対称の形になっていますよね。これはパーミングの時に手のひらと干渉してクラッチを押してしまうという誤動作を防ぐ効果があるそうです。そして 35mmK というふうにスプールを大きくすることによって糸巻き量が大きくなっているのが嬉しいです。このスプールと相性がいい IVCB6 ブレーキを採用していて、外側の調整ダイヤルで追い風、向かい風とか様々なコンディションに合わせれるそうです。外からは分かりにくいですが、ギアも大きくなっているそうで、耐久性と強度が上がっているというのも巻きの軽さに一役買っているそうです。スピニングリールも同じような理屈で大きなギアでスムーズさを実現していたり、パッと見違和感を覚えるようなスプールカブの斜めになったデザインですが、これは糸が緩んだ状態でラインがこの部分に巻かれてしまったトラブルを軽減したり、巻き込むのを回避する構造になっているそうです。他には新しいネイティブトラウトのロッドがあります。インフレで値上げの多いこのご時世で、標準小売価格が9800円という嬉しい価格帯です。これはもうすでに入荷していて、でんでん丸では2割引きプラス消費税で販売しています。トラウトロッドは以前メッキやマングローブジャックででんでん丸缶を使った動画を上げたみたいに、旅の釣りで使うので紹介してみました。そしてまたリールの値上げがあります。ベイストが 8% アップで CS ロケットが 14% とか、過去にないような上がり方です。ピュアフィッシングジャパンは輸入だけのメーカーというのと、円安の影響をモノにかぶってしまうというのがきついですよね。ただ3月31日までに注文していたもので、5月までに入荷したものはセーフみたいです。そうなってくると、以前から注文している5500CS ロケットとかは5月までに間に合ってくれるのか祈っています。 4600CA は1月に注文で3月に入荷するものなので大丈夫です。次に紹介するのはフィネスさんです。フィネスさんからはアナコンダ LWS ロットにニューモデルが2機種リリースされます。まず1つ目は 76XH というものです。 LWS というのはライトウエイトシューターの意味で、過去には L や M など柔らかいものが多かったので新鮮ですね。このアナコンダロットのコンセプトでヘビーカバーフィールドで使いたいという方も多かったと思いますので、エクストラヘビーのモデルが出るというのは嬉しいですね。そしてもう一つが 60M です。このように短くて比較的柔らかいロットというのは、天群の狭いクリークで力を発揮しそうな感じですね。そしてグリップのデザインはこのような感じで個性的です。具体的なリリースは6月末予定ということで、本当に楽しみですね。次に紹介するのはガンクラフトさんです。
以前ジョインテッドクロー178や128でリリースされていた入れ食いカラーの先行アユがシフト183で登場します。このように商品説明欄で数が足りなくなる可能性があると書いてあるくらい人気みたいなので押さえておきたいですね。そして以前紹介したグラスベリーカラーですが、画像だけではなく実物のサンプルを見ることができました。やはり画像ではなく動画だと光の反射具合などもリアルにお伝えすることができますね。次に紹介するのは今勝さんです。今勝さんからはバゼルという羽物にフェザーフックモデルがリリースされます。基本的にはブラックバス用のルアーだと思われますが、羽物なので生釣り使っても面白いかなというふうに考えて紹介してみました。この細長いボディ形状とフェザーフックが有効だと感じました。次に紹介するのはティムコさんです。ティムコさんからは新しいフォーセッププライヤーがリリースされます。プライヤーの先が短くなっているので安定感がありしっかりつかめます。そしてタングステンが貼ってあって強度も強くなっています。小型魚や口が小さい魚のフックオフに役に立ちそうですね。次に紹介するのはフィッシュマンさんです。まず興味深かったのは防水フィールドバッグです。コンパクトに持ち運べて水入れ、巻き入れ、ベスト入れ、ウェーダーやレインウェア入れなど万能に使えます。大きさが2種類あり用途が広そうですね。そして潜入で見せていただいたロングロッド対応のショルダーソフトケースもあります。これは径が太いのでガイドが大きなスピニングロッドも収納できるみたいです。フィッシュマンさんは基本的にベイトロッドメーカーなので、このようにスピニングロッドに対応できるものというのが今までなかったのでなんとなく新鮮ですよね。他には新しいデザインのキャップもリリースされます。そして赤塚さんが一押ししているのはこのアクティブバッカンです。横のホルダーはロッドではなくボガグリップを入れれます。これは取り外しできますのでシンプルなバッカンとして使うこともできます。さらに前についているこの黒い部分はルアーをぶら下げることができて、下はプライヤー収納スペースになっています。そして何かをぶら下げるためのパーツというのもサイドについています。そしてトップの蓋は水はけのいいデザインになっていて、急なスコールなどにも対応できます。南米や東南アジアなどの灼熱の環境でも変形しない素材になっているというのもポイントです。そしてこのバッカンにぴったし入るマルチインナーケースも同時にリリースされます。ぜひセットで購入したいですね。次に紹介するのはザクトクラフトさんです。ザクトクラフトさんからは久しぶりに全生釣ルアーに6色のニューカラーがリリースされます。シンプルな色からリアル系まであって、いつものようにバスモデルとナマズモデルという感じではなくて、ナマズモデルのみで6色リリースされるというのがナマズに対する思い入れを感じますね。中でもピラルクとオスカという色に注目ですね。怪魚カラーというのは過去にもいろいろなルアーで再現されてきましたが、ザクトクラフトさんのナマズルアーで再現されるというのはワクワクしますね。そしてこの2色がグローとなっています。次に紹介するのはカルテラスさんです。以前飛び吉のコラボカラーがあって好評だったメーカーさんですね。今度はよろずスプーンのコラボが出ます。よろずスプーンのプロパーにはペイントカラーというのがないので、バリエーションが増えるというのは嬉しいですよね。ちなみにこれはプロトモデルで、製品化するものにはロゴやウエイト表示が入るそうです。あくまでも参考ですが、このような色が出るということを見ていただければと思います。次に紹介するのはスミスさんです。まずスミスさんからは昨年発売されなかったキャタピークリッカー入れ食いがようやく発売となります。具体的にはおなじみのレインボーと雲男、そしてニューカラーの日曜日です。
以前は画像しかありませんでしたが、実際のプロトモデルを見ることができました。そしてナマズルアやライオ系フロックが工場の関係で今年も遅れてしまうみたいです。昨年仕入れておいたオレンジカモがあるのと、メーカー在庫が少しだけあったピンクカモとグリーンカモを入荷してありますので、なくなってしまうと次回は大幅に遅れる可能性が高いので、ぜひご利用ください。ということで、ここまでが新製品情報で、ここからは発掘情報となります。まずもう全くないと思っていたボスラットを見つけました。スナックプルーフ社は工場が変わってしまい、この時代のゴムの柔らかさをもう再現できないというふうに思っていましたので、発掘できたというのは非常に嬉しいですね。出てきたカラーはこの2色だけでした。そして発掘の2つ目はメガバスライギロットスレイプニルです。これはリリースから時間が経ちもうないと思っていましたが、問屋さんに残っていましたので入荷してあります。そして 6601CB ファクトリーチューンブラックとグリーンも発掘しました。これらは限定発売でもうとっくりないと思っていましたが、問屋さんの蔵に眠っていたので発掘して入荷してあります。右巻きの方はもうさすがにありませんでしたが、左でもいいなとか思う方はぜひご利用いただければと思います。ということで、フィッシングショーでは得られない最新情報をお届けいたしました。フィッシングショーには珍しくピュアフィッシングさんとフィネスさんがいなかったので、この2つのアイテムをご紹介できたというのは良かったなというふうに思います。それとフィッシュマンさんはフィッシングショーに出ていましたが、ロッドとリールの方にちょっと目がいっていたのと、ピン打ちマスターの会場の方しか紹介していなかったので、新製品をご紹介できたというのも良かったです。私の記憶が確かならば、ガンクラフトさんのブースにもグランベリーカラーがなかったような気がしますし、あったとしてもちょっと見逃して皆様にご紹介できていなかったので改めて紹介できました。ということで、これからもキープキャストや日本一が続いていくと思いますので、そこに出向いて情報を得て皆様に紹介していこうと思っておりますので、これからもご視聴をよろしくお願いします。